経験人数ははやっこれ <laughs> 初っ端の質問じゃないと思うこれしかも近いなしかも外録チャンネルってこの距離そうだよ<っ>外録チャンネル近いよ近っあ回ってんのもういけてるっすはじめましてはじめましてえこれどういう <laughs> えどういう <laughs> まあその前に一旦さそのメンバーの何ー経歴というか爆笑ボーンというか確か,確かにな ね、どういう人たちがやってんのかっていうのをまず知って行った方がいいのかそうざっくりざっくり歯を問いますえー、っとですねチャカランドで音楽を作っています DTM をしてます DTM 歴はどれぐらいですか DTM 歴は3年ぐらい嘘つけ何年ぐらいしてチャカランドを56年やってるでしょ <laughs> 一緒にやって56年ぐらい経ってるでしょあれそんな経つっけあじゃあそれぐらいだでもそんなに っっっってると思ってててるるととと思ななかかたじゃ年年ししもんいえでもそれ,それまでやったことなかったよ<え>実際問題どのタイミングなんですか <laughs> その DTM なんかマック買ったらガレージバンドついてるから音楽できるじゃんと思って別に音楽を作ろうって始めたわけじゃなくてなんかそういうソフトあるから使ってみようみたいな 1>、うん、で1曲作ってあこんなんできんだみたいなうんで終わってた最初、えー、えでもさなんかさケンジィさんがもともと作ってた曲 をリメイクして、俺が初めてやった、俺のチャリって曲ができたじゃで。あ、で,できた、きた。まあまあ、なんかさ、イントロのリフとかさ、うん、なんかエフェクトかかってるじゃん。なんかし、うん、シンセっていうか、うん、か結構作り込んでない音。既存の音,音のん。いや、弾いてるよ、全部。いや、引いてるけど、音作ってない、作ってるね。れシシ触れた、シンセ。シンセ、触れた。触れてった、いや、だから、感覚でやってるよ、全部。うん。 じゃ、あのの時はももうミックスとかの概念もないななないいいんだないしなミックスって分からないそもそもうんそういう概念がない曲作って終わりでもさそのし調べるツールは YouTube でしょやっぱ YouTube ととなんか一応ラフピーにいたそのちょっと詳しい人がい、ね、先生でしょ、うん、定期的に来るそうスキンヘッドの人ス, <laughs> スキンヘッドだっけんかヒップホップ系のなんか帽子かぶってたイメージあるけど あ、そのの人人ももだしスキンヘッドの人もえ、別がいたの別がいた。えー。にそう。でもラフピーでさ、習うソフトはーベースいやー、あでもーベースもあったし、あキューベースだね、キューベースだった。で、あとなんかサンプリングの仕方とかもその人に教えてもらったの。そのロジック使ったサンプリングの仕方ロジック使ったサンプリングもそうだし、うん。あと普通にサンプラーっていう、うん、この機械を使ってサンプリングする方法も教えてもらった。で、ラフピー入る前は何したの えラフピーホイルも普通に働いてたよ働いててうん普通に契約社員とかで働いてた全然えそれがだから12年って何歳24とかぐらい2 3歳ぐらいででその後にラフピー入って違うか24とかでラフピー入って256とかで一気で入ってでその時はちょこともいなかったからいないねいないだからなんかもうやばかった一気あの本当になんか 一気はいいねやばい奇跡の世代揃ってたよ、ね、<laughs> ここ来て俺大丈夫だったんかなって,思っていや俺も入って思った <laughs> <laughs> 俺も2期で入って思った <laughs> あれと思って、うん、なんかあれだよねでもなんか前言ってたけどラフピー入る前に本当は留学する予定だったんじゃないのああそうそうでえっ、ー、とそうなんですよね留学しようかなと思ってお金試してたけどどこだっけえっと、うん、待ってよデンマークだ結構 あれだよねもうギリギリのとこでやめてんだよねうんあのー、だいぶ進んでたんだよね進んでたねっていうかデンマークが安かったその学費がそのデンマークの大学に通おうとしたのデンマークそうだからデンマークのアートコースみたいなそなんか包括的に学べるコースをまあ行こうとしたけどまあいろいろあってですねいろいろあってまああそっかそう 留学はじゃああ行けそううなないいっててままあ、諸事情がありまして、うん、私の。でたまたまその歩いてる時に国際通りなんか工事中だなみたいな、うん、なんかできんのかなってふと立ち寄ったらなんか何だっけな,なんかその時は別にラフピーが出来上がるみたいな張り紙もされてなくて、うん、なんか工事をしてる会社とその工事を依頼してる会社の。 張り紙だけあっっててててなんか下って書か書れてて<お>何できるんですかここって聞いたらえなんかエンタメのメんの総合スクールができるんできますみたいな。で、1か月後ぐらいにまたそこ行ったら、なんか受付の人がいたから、すで、うん、にあなんか話聞いてみるかって言って、えー、何ができるんですかねみたいな話して、そうそうそう。で、ああ、そうなんですねっって、とりあえずなんか説明書何その 入学願書みたいな、なんかそういう募集要項みたいなやつとか、とりあえずなんかパイロット版みたいなやつを持って,、えー、持って帰って決めた感じ。その後は、宅建あ宅建の免許持ってます、私。<laughs> こう見えて。そう、こう見えて、まあ。だから不動産の仕事とかしたりとか、宅建って別にあれなんだ、学歴関係ないんだ。関係ないね全然関係ない大。大卒関係ないんだ。関係ないね。ちょっとだけやったりしてたよ。えー あとは別に普通のバイトなんかみんながよくやるよなうんそうで、まあ、そんな感じで、まあ、なんかフリーターみたいなことしたねそこその時はで貯金しながらそう貯金しながらそうそう貯金しながら働いてみたいな感じでもそんなもんだよそんな別に大そうなことはしてないのねあれだからねそのみんな知らないと思うけど茶ゃかともとはは一緒だからねほぼ地元がただかぶってないっていうねそのあそう ここもかぶってないんですよ。俺が小一の頃に、もう中一なってわかんない。はい。そうなんですよ。でも、まあ、すれ違ってる可能性はなきにしもあらずぐらい。いや。まあ、だって、まあ、同じ地域じゃん。ほぼ。どうすかね。すれ違ってるかな。<laughs> かだって、一応さ、一応かぶってはないけどさ。俺、その何、何幼稚園。はさ、同じ小学校の区域にあるわけだ。うん。幼稚園の頃は小六にいるわけじゃん。うん。あ、そうだね。なきにしもあらず。<laughs> 確かに。そうかもしれないえ、ピアノ習ってたんじゃないのちょっとね、ちょっと習ってたエレクトーンみたいなやつ。小学生、中学生とかでなんかやってたよ、ちょっとヤマハみたいなところってたよ。学生時代はどんな学生だったんですかえー、テニス部だったねあの。中学校はテニス部。小学校バスケ部。 だから小学校バスケ部やめた、ちょ途中で。え、でもあれって言ってなかった中学の頃テニス部入って、ヤンキーにちょっといじめられてったみたいなこと言ってなかったあー、いじめられてたっていうか、普通になんか目つけられてたね。い,いじられの目つけられてるみたいな。いや、ガチガチ。なんでガチ目つけるじゃん。知らんけど。その目つけられるタイプじゃないでしょ。うん、まあ。あ、ガチっていうか、まあでも、いじられの方かも。割、うん、と。で、で、逃げてた。いや、別に逃げない。な、なんも思わんかった。 ースみたいな中2までやっててテニスをテニスをやっててであそうだね中2までやっててで、中3の中3でやめたんと中2でやめて中3でん中2でやめてるうん中2でやめてるテニスを、えーうん、覚えてないからね、うん、やってたやつ 今の自分に何か影響を与えた人とかいるんですかねいや例えばその何意外とちっちゃい頃に聴いてた音楽とかあるじゃんいや別にそういうのないいや,ーいやてか俺音楽多分聴いてない方だと思うあ聴いてないんだマジで全然聴いてない方だと思うテレビから流れてくる音楽だけ聴いてたああ そんなウォークマンとか、めっちゃ持って、ずっと耳にイヤホン突っ込んで歩いてるタイプではない。全然。あ、違うんだ。全然。ウォークマンとかなかったし。う聞いてなかった。えー、漫画ばっか読んでたの。じゃ、あ最後に。今後の展望を。最後。ろ、どんな老後を過ごしたいの。の老後。どん、その将来的にどう、どう。どう生きていたいんですか。 どう生きていたいうんええー、ちょっと想像できないんですけどうーんええまあ振り返って楽しかったなと思えたらいいなんで、うん、別にそのこういう生活を望むとかは別に特にない,いな生活を望むはあるけどいや例えばさその行きたかった海外に行ってゆっくりするとか 別に日本にいなくてもいいやとかあーあーは別にあるかもその日本にいなくてもいいなと思うけどそこも含めて最終的に、ま、楽しかったなと思い人生だといいかなって感じまあね今年はよりベットしてもらって、はい、もうより自由な楽しい方向にいけるよう、はいはい、頑張ります、はい、頑張ります